褒美漢字は、ツルシダか玉シダ族に属する、シダ植物の一種である。非常に長い葉を垂らすようにつける。和美を褒美漢字の名前は、漢字で、褒美岩衆と書き、このうち漢衆は、中国名で、ヤブソテツの意味で、シダ一般を表す。つまり、大鳥の尾のようなシダの意であるという。中国植物名は、徴用人わらびである。日本では、 トカラ列島以南の琉球列島に生育する。世界的には旧世界の熱帯域に広く分布する。岩や樹木の上に着生し、葉を下に垂らすようにつける。沖縄本島南部では低地の琉球石灰岩の崖の上に生えて長く垂れ下がる姿をよく見かける。常緑性の奏本。根茎は短くて斜めかまっすぐに立つ。 多くの細い針金のような根を出し、また層で茎を伸ばし、多数創生する葉が生じて、多くの株がより集まって生える。根茎と傭兵の基部には、赤葛色の輪片が密に生え、輪片は長さ5ト、mm、ルで先端に向かって、お嬢に長くなり、縁には毛があるか、不揃いになっている。葉は一回有常服用で、立ち上がることもあるが長く下水する。 傭兵は30から60センチメートル、傭身は長さ60から200センチメートル、それに対して幅は20から40センチメートル、非常に細長い形をしている。側右辺は非常に数多く、時に70体を超える。側右辺は中軸との間に関節を持ち、線上皮心型から皮心型で、先端はやや鎌型、長さ15センチメートル、 1> 幅1 5センチメートル、右辺の間隔は、右辺の幅よりやや狭いくらいである。その基部は、くさび型から円形で、耳が突出することはないか、ごくわずかで、破質は、薄いが固い。放射能群は、円形で、破縁から、内側3分の1程度の位置に一列に並ぶ。包み膜は、円陣形、計1 5ミリメートルある。 右辺の先端付近園芸的によく栽培される園芸品種にフルカンスがある。フルカンスは右辺の先端が2列し、さらにその先が2から3列するもので、干渉価値は高い。同族には30種ばかりが知られ、日本では本種、褒美館樹と魂だ、ヤンバル魂だの3種が知られる。褒美漢樹は、その中で特に細長い葉を持つものである。また、褒美館樹と 玉下の自然雑種が、姫褒美漢ビ褒美漢ュと、ヤンバル玉下との自然雑種がアイノコ褒美漢ュの名で、知られているが、岩月によれば、分類には、検討が必要とのことである。AB ヨネクラコ事、ジ、カジタタダシ、ネフロレピスバイセロタシャット、BG プランツワミョウ学名インデックス、2021年4月2日閲覧、AB 岩月国を変1992、 p118 以下、主として、岩月国を編、p118、数値等については、初島十尾子 p165、ハット ABCDF e 土橋豊1992、p108、園芸植物大辞典に、p1727。ありがとうございます。